台北気象の大浴場、早見和彦12月19日から1949年8月12日は日本の機械工学者。日本統治時代の台湾で総督府の技師として台北市七世郡松山省に新設された新台北鉄道工場の設計を手掛けた。台湾では北省の父と呼ばれている北海道長久路郡で出生。8歳時に 台湾総督府民政部通信課の通信技師として、赴任する父の常祈と共に、台北に移住。台湾総督府国語学校の附属初等部を卒業。附属中等部に在籍中、日本に戻り、滋賀県立税税中学校へ転校し、旧世代三高等学校へ進学。三高で野球部だった早見は、1907年に母校である、 国語学校校長の要請で、コーチとして、代々、中学校野球部の教化に協力し、春の対戦時に敗れていた、中学会相手に接続を果たしている。1913年7月、京都帝国大学工学部機械工学科を卒業後、内外面に入社。上海支店で勤務し、宝石工場建設に従事するも、翌1914年退社。 1915年より、台湾総督府交通局鉄道部で職に就き、1943年まで28年、在籍し、退職後は、台湾自動車運送事業組合理事長となった。後戦時下の総動員体制の下で終戦まで、金属及び、機械器具設備資産評価専門委員会委員や、台湾総督府経済動員本部理事、技術部鉄工業及び、 機械工業技術協議会長、台湾総督風入通信本部理事などの要職を務めた。妻との間に賛辞を設けた。建設中の台北鉄道工場台北企商に展示されている早見の共造1915年6月に鉄道部技手、1917年7月に鉄道部技手、1925年台北鉄道工場長、 運転係や設計係長を経て1927年に工作課長兼運転課長に就任し、北門地区から移転、拡張する新台北鉄道工場の機能面での設計を担った。1935年に竣工した台北鉄道工場は当時東洋最大規模と報じられるほどの大事業だった。車両工場などの業務と直接関わりがある施設だけではなく、 校内ボイラーの熱を活用した従業員用大浴場も、早見の設計が反映されている。また、更新の育成のために競技会を開催し、それは機関庫での伝統行事となった。種目は燃料節約や無事故競争などだった。父、常ねが台南郵便局長を務めていた縁もあり、台湾総督府台南校と工業学校の学部家庭も支援していた。 1943年から兼任講師として台北帝国大学工学部でも機械工学の教弁を取るようになった。第二次世界大戦終結後も台湾に泊まり、教授職として、帝大の後ろ身となる国立台湾大学工学院で機械工学の指導を行っていた。その後日本に帰国することになったが、1949年8月12日、 日本岸乗船中に病死、そのまま日本の地を踏むことなく水槽された。台北鉄道工場は、戦後も台北気象として重要な役割を果たし続け、2012年まで稼働していた。早見設計の大屋上は内西部三級戸籍に指定されたほか、2015年に気象全域が国定戸籍となっている。2019年現在、 台北気象鉄道博物館園区として整備中であり一般公開もされている。長らく台北気象校内に早見の胸像が保存されていたが、現在は富岡車両基地の資料室に移されている。異界勲章、ありがとうございます。